じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。はい。はい。今日はタメ口で行こう。はい、タメ口で行こう。そうだね。で、俊介くんはなんかオーストラリアにいたみたいだけど、オーストラリアのどこにいたの？はい、オーストラリアの、シドニーとパースに、住んでた。どのぐらい？合計で2年間住んでたかな。へえ、長いね。そうそうそう、長い長い。なんか、パースとシドニー。シドニー、そう。パースとシドニー。パースはすごい海が綺麗なイメージがあるけど。そう、パースはそうそう、海が綺麗で、インド洋がね、西側にあるんで、とっても綺麗。泳いだ？泳げないんで、僕は泳いでない。じゃあ、まあ、海を眺めた感じ？そうそうそう、海を眺めたね。バーベキューはいっぱいした？あ、バーベキューもした。語学学校に通ってたんで、まあ、そのバーベキューに行ったり、あと、ファームで、仕事をしていたこともあるので、そこでバーベキューをしたりもしました。ファームって何？いちごとか？ああ、そうそう、いちご。何ファーム？いろんなファームにいて、いちごとか、アボカドとか、キャベツとか、あとプラムですか？プラムかな？プラムって何？スモモ？ああ、はいはいはい。あ、そうなんだ。それは食べ放題？食べ放題。形の悪いものを、出荷できないものなんかは、まあ、その場で食べてもいいよとか言ってくれたりもしてて、なのでたまに取れたてのものを食べていました。いいな。アボカドとか超いいね。そうそう、アボカドめちゃくちゃ美味しかった。でも大変だった？まあ大変だったね。夏だったんで、そうなんだ。すごくオーストラリアは日差しがとてもきついので、ちょっとそういう晴れてる日は大変。そっか。私もなんかオーストラリアの日差しにやられた。そうそう。なんか日差しがきつすぎて、なんかね、じんましんが出て、病院にも行った。あ、じんましん。そう。そう。あと、結構虫刺されもね、ひどかったね。ああ、虫刺されも。そう、なんか。まあ、でも、そうそう。いい思い出だけど。いい思い出。今となっては。もうかゆくない？今となってはいいよ。そう。そうなんだ。じゃあ、シドニーでは何してたの？シドニーでは、まあ、レストランで、アルバイトをしたり、あと、いろんなカフェ、公園を巡ってまあ楽しんでいました。いいな。なんかシドニーって何が有名なの？オペラハウスだっけ？オペラハウスってある？シドニーだよね。そうそう、オペラハウスがとても有名だし、まあそうですね、まあいろんな公園とかビーチがたくさんあって。そうですね。あと、ブルーマウンテンとかね、例えば。何それブルーマウンテンって、青い山？ブルーマウンテンはそうシドニーから、2時間ぐらい電車に乗っていくと、とても大きな、公園があるんですね、あって、で、そう、国立公園、まあ、自然がたくさんある場所、とてもいいです。そうなんだ。シドニーか。いいね。私はもうケアンズっていうとこにしかいなかったんだけど、ああ、そうなんだ。うん、クイーンズランド、そこの、グレートバリアリーフが有名じゃん。ああ、そうだね。そうそうそう。そこでシュノーケリングしたり、よかった。あとは、何したっけ？あとはやっぱバーベキューそう、あと、すごい、ホストファミリーがいい人たちで、なんかもうホームステイ終わってるのに、もう呼んでくれたり。そうそう。で、なんかさ、初めてオーストラリアでバーベキューしたとき、びっくりしなかった？それは、その、食材の大きさかな、とか、なんか日本のイメージだとさ、なんか焼肉って思ったんだけど、私最初。焼肉。なんか焼肉って思っていったら、なんでなんかパンがあるのみたいな。パンがあるんだろう。思わなかった？確かに。焼肉はしない。そうだね、焼肉かと思ったらバーベキューだったからそうそう、肉じゃなくてバーガーとかさ、ソーセージ焼くじゃん。ソーセージ、でも美味しいね。美味しい、とても懐かしいんじゃない？いやー、懐かしい。だって5年前とか6年前なんで。あ、そんな前なんだ。へえ。でも、めっちゃ楽しかったし、まあ、行きたい。へえ。俊介くんはさ、そのオーストラリア以外にも、なんかいろんな国行ってるじゃん。あと、いろんな言葉を勉強してるよね。そう。何の言葉、何語喋るの？今、ポーランド語とスペイン語を少し勉強してるかな。ポーランド語って、どうやって勉強してる？なんか、iTalki？ポーランド語はiTalkiで勉強してる。そっか。なんでポーランド語勉強してるの？さっき言った通り、僕はオーストラリアに2年間いて、その後、日本に帰ったんだけど、まあ、オーストラリアがとても楽しかったんで、まあ、もう一回海外に住みたいなと思って、で今度は英語以外の、言葉にチャレンジしようかなと思って、でちょうどその時日本とポーランドの間で、ワーキングホリデーが始まったんだけど、そうなんだ。だからちょっとやってみようかなと思って、ポーランド語の勉強を始めたという感じ。で、その時ポーランドにも行ったってことでしょ？ポーランドに、おととし、ポーランドに、行った。で、住んでたの？11ヶ月ぐらい。もう住んでたね。仕事とかどうだった？大丈夫だった？仕事は、iTalkiの仕事を、その時、始めたんだよね。そうなんだ。ポーランド人の友達はできた？ポーランド人の友達は、はい。うん。はい。よかった。そうなんだ。へえ。え、そっか。なんかポーランド語喋って、無茶ぶりだね、ごめん。ポーランド語で、こんにちはって何？チェシ。チェシ。チェシ。ジェンダブル。チェシは、フォーマルじゃない、砕けた言い方。よみたいな。よ、よ、や、や、や、へみたいな。チェシ。チェシ。それは、やっぱ、現地に行かないと、あんま分かんないよね。なかなか使わないじゃん。先生とかにチェシみたいな。まあ日本では使わないし、家でも使わないし、愛登記だけで。そう、愛登記の先生。なんでなんか私もまあ本当に少しだけど、なんだろう、スペイン語とフランス語とオランダ語を今勉強してて、すごい、まあ、言語を勉強するの楽しいんだけど、なんか俊介くんはどんな時に言語を勉強して楽しいなって思う？例えば、僕はポーランドにいた時、僕のポーランド語はそんなに上手じゃなかったんだけど、例えば店に入って、ポーランド語でちょっと何かを注文したり、して、で、それで、向こうがポーランド語で返してくれたとき。いいね。あ、わかる、めっちゃ。そこをなんか、英語で返さずに、ポーランド語で返ってきたら嬉しいね。そう。やっぱり向こうは、やっぱり見た目が、アジア人なので、英語を喋った方がいいのかなって思う人もいると思うんだけど、そこをポーランド語で返してくれると、本当に嬉しい。すごいわかる。そうなんだ。へえ、そっか。いいね。あと何話しよっか。そう。ポーランドのコーヒーは美味しい？なんかポーランド、なんかコーヒー好きって言ってたからさ。ポーランドのコーヒーは、例えばカフェで飲むと、ポーランドのコーヒーというよりは、イタリアの多いとかなんだよね。エスプレッソとか。エスプレッソが多いんだ。カプチーノ。日本よりは全然、イタリア系のコーヒーを飲む機会は多い。いいね。カフェに入ると、美味しいコーヒー飲める。そうなんだ。俊介くんは家でもコーヒー作る？家でコーヒーは、エスプレッソマシーンが家にあるんで、それで、作る。作るための努力はあまりしていないですが、していないけども。でも、エスプレッソマシーンって、こんなやつにさ、詰めるじゃん。コーヒーの粉を。それもしなくていいやつ？そういうのは持ってなくて、今家にあるのは、全自動の。全自動すごい、かっこいい。なんで、難しいものではない。そうなんだ。私は、エスプレッソマシーンは持ってないから、豆をひくミルだけ持ってて。ミル使って、あとはペーパードリップだね。なんか日本式だね、だから結構。いや、でも、そっちの方が、やっぱり、引く作業っていうのはとても、いいと思います。大事だと思います。でもね、そのミル電動だよ。電動あハンーデそう、電動はそう。引く作業。それじゃなじくゃあてちっちゃくも右だ確よ。かそう。もうに。でもなんか知り合いのコーヒー豆屋さんが、そのロースうターん。屋さん、ロースター屋って言っていいのかな、ロースター屋、うん。コーヒー豆屋さんが、ああ、はいはいはうん、い。なんか日本のこのドリップコーヒーは茶道の心を継いでるとか言ってて。あとの心。なぜかっていうと、一切さ、電動のものを使わないじゃん。普通に、うん。こう、引いて、紙うん。使って、お湯沸かして、入れたらさ。でも、うエスプん。レッソマシンって結構、電気使うじゃん。う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 んうんだから、電気使わなくてもできるという点で、まあ、茶道の心を受け継いでるとか言ってて。なんか、はあ。なんか、そうだな、とか、そうだな、みたいな。ああ、なるほど、なるほど。うん。面白い。なんか面白いと思って、こうやあ、れじばゃあ、まあ、なるほそど。だからなんか、そんな大量生産できないじゃん、ハンドドリップだと。うんうんまうんあ、うん。まあ、エスプレッソもそうか。まあでも、ダブルとかできるけど、まあ、そう、それが似てるのかなと思った。そううん。こういう視点が。うん うん。そう、うん。そうだね。えーっと、そう、あと何話すんだっけ。えっうと、んうん。ちょっと水飲んでもいい？はい、うん。全然。うん。OK。うん。うんあと、旅行そうだ、そう。なんか、旅行、次の旅行の予定はある？次の旅行の予定で。やっぱりポーランドはまた行きたいうし、ん、オーストラリアも行きたいんだけど、うん、やっぱり新しい国だと、まだ実は韓国とか台湾に行ってないんだよね、近いのに。そうなんだ。へえ、私韓国はないね、私も。でも台ああ、湾そは行ったことある。う。ああ、そうなの。うん。うん。だからちょっと、あうん。の、まあ行きたいなとは思ってるうけん。ど、ううん。んうん。へえ。でも大阪からだとさ、超便利じゃない？そう、韓国があるし、そめっちゃ便利。う。めっちゃ。へえ。めっちゃ便利だよね。え、でも、そう、私なんか、この間、関空から、関うん、空っていうの、関空じゃない？関空。関空は東京東の京のア言クセン葉トだなんだ。と思う。関空は。で、関空、関空こっちが、は普通関空。関関空。空でいいんだ。関空じゃないんだ。へえ、ありがとう。そう。それで、なんか、そう、関空から ベトナどうしムてもいい。どに、うしてもいい。関空。関関空。空からベトナムに行ったんだけど、うん。すごい便利だし、早くて安かったよ。うベトん。ナムに。行ったことある？僕、東南アジアはまだないんだよね。そうなんだ。へえ。めっちゃ意ヨーロッ外。パとうオーストん。ラリアと、あとアメリカと中国にちょっとだけ行った。そうなんだ。へえ。じゃあ、今度は近場を攻める感じ？そうね。うそうそう。ん。ううん。近場を、うん、ん。タイかな。うでも、ん。ヨーロッパはまだ行っていない国がたくさんあるし。そっか。うん ヨーロッパだとどこに行ったの？ああ、えっと、まあ、ポーランドの他だと、スイス、オーストリア、ハンガリー、あとチェコにも、えーへえ。どうやって回った？電車？全部バス。バうんスだ。バス、あバスあるんだ。へめっちゃ安え。い。そうなん。めっちゃ。え、じゃあ、例えばさ、どこだっけ？ポーランドからチェコうとん。かだといくらぐらいなの？片道1200円。安、1200円だ。リアル。う10ん、ユーロだね。そう。本当の往復でも2500円から300あ、円。そうなんだ。時間はどのぐらい？覚えてたらいいけど。えっと、時間は、うん。まあ、僕はポーランドの、うん。クラクフという、ポーランドの南にあるう町にん。住んでいたんで、うそこん。からチェコのプラハまでだと、バスで、7時間半とか。まあ、結構長いけど安いね。長い。乗ってる時間長いけど安いね。そうそう。あ、そうなんだ。私、今度さ、ヨーロッパ行くからさ、ちょっとバスに乗ってみるね。そうそうそう、乗ってみて。安全、危なくない？いや、安全は、安全なんだけど、まあ、バスによって、その、乗り心地が良かったり、悪かったりはするんで、そこはちょっと、まあ、ネックかもしれない。それは大丈夫。それは大丈夫。中米にいたんだけど、前。そうなの。中米に、それだったら、そうそう。なんか、チキンバスっていうのかな、なんていうのかな、チキンバスでいいと思うんだけど、昔、アメリカとかで使われてた幼稚園のバスを買って、改造して、なんか、市民のバスみたいになってるの。だからすっごい乗り心地悪いの。こんなのずっと入れてるの。ずっと入れてる。それよりは全然。マシだった。よかった。そうなんだ。へえ。なので、バスの旅行はおすすめな。私、食べるの好きなんだけど、どこの国がなんか美味しかったとかある？別に。僕、ポーランドの食べ物は大好きなんですよね。どんな食べ物？本当に。まあ、ピエロギっていう、餃子みたいな。ポーランド風餃子。ピロギってポーランド料理だったんだ。ピエロギ。ピエロギ？そうなんだ。餃子？餃子。本当に中にいろんなものが入っていて、餃子っていうと普通、肉とか、キャベツ。そうね。するんだけど、ポーランドの餃子は、まあ、キノコとか、チーズとか、ポテトとか、あと、フルーツも入る。いちごとか、りんご。でも、待って、だってキノコといちごは一緒にしないよね。それは一緒にはならないけど、キノコ餃子、キノコピエロギとか、チーズのピエロギとか、あと、いちごのピエロギとか、りんごのピエロギとか。でもそれ美味しそう。それピエロギは茹でるの？それとも焼くの？焼くのではなくて、茹でる。茹でるんだ。そうなんだ。じゃあ、水餃子に近いみたいな。そう、水餃子みたいなイメージとしては、こんな感じ。いいね。食べてみたい。もうお腹めっちゃ減ってる、今さ。12時近いから。そうなんだ。あと、ポンチュキっていうドーナツ。それはどんなのなの？どんな感じ？まあ、ドーナツなんだけど、まあ、これも中にいろんな、ジャムとか、まあ、クリーム。まあ、いろんなものが、いろんな、まあ、甘いものがですね。入ってるんだ。じゃあ、その大きさはどれぐらいなの？普通のドーナツ？普通のドーナツよりちょっと大きい。大きめのサイズ。それ道端とかで売ってんの？そう、ポンチュキ屋さんが、たくさんあって、すごく安いし、気軽に買って、食べる。いいね。試してみたい。ぜひ。そっか。ああとなんかチェコも料理美味しいって聞いた。ああ、チェコはね、ビールがあ、美味しビーい。ル。あ、へえ。ビールは飲む？あー、ポーランうドん。にいうてん。よく飲むようになったかな。うそれとも、ん。まあ安いし、たくさん種類もうんうん。あるので、うん。えーポーランド、あとチェコもそうだよね。ビールがとても美味しくて、う安いです。安い。ん。ねえ。日本のビールと味が違う？やっぱり違うね。へえ。そうか。私あんまりこんなに聞いといて、あんまりビール飲まないんだけどね。そう。そうなん、でもなんか、いや、ヨーロッパのビールは美味しいって聞くから、うん、試してみたい。ううん、ん、うん、うん、うんうん。そうそチェう。コはビールうの、もんちろん料理もチェコは美味しい。そっか。いいね。楽しみ。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。しんすけさんは、愛登記で先生を、されているので、興味のある方はリンクを貼っておくので、見てみてください。まあ、みんな日本語の勉強を楽しんでくれたら、うんうんえーいいし、うん。うん、うん。まあ、日本語にね、もう興味があって、で、まあ、その延長でですね、うん。えーまあ、いい先生を見せてくれたら、いいのかなと。ああ、めっちゃ優しい。